子どもの目線で家を作ったらみんなに優しい家になりました。キッズデザイン賞7年連続受賞。ライフホーム。モデルハウスは相鉄線泉中央駅すぐ。さあ時刻は4時36分を回りました。第4土曜日の今日、ここからはアイフルホーム家づくりドラマシアターです。子供に優しいはみんなに優しい、アイフルホーム横浜西店の提供でお送りします。このコーナーは家づくりのラジオドラマとお客様からの喜びの手紙太鼓判をもとにお届けするコーナーです。今日も劇団トッツの脚本を書いていますともこさんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。もうともこさん、劇団員が新しく増えたということで。はい、そうなんですよ。もう嬉しさが表情に出ています。はい、レギュラーで増えました。ああね、劇団トッツのメンバー本当にいつもありがとうございます。さあそれでは今日のドラマのこと教えてください。はい、今日はですね、絆ホーム戸塚店の社長と奥さんが主人公です。新しい会社ができて、それまで専業主婦だった奥さんもそこで働くことになります。夫婦2人で社員を育てていく姿を描きます。家づくりは人づくり、絆ホーム、おかみさんが見た10年。どうぞお聞きください。ただいま。それじゃまた行ってきます。パパ、また遊びに来てね。週の半分以上は泊まりの出張。朝は早くて帰りは遅い。子供と過ごす時間はほとんどなかった夫。家は私が守るもの。夫は外でお仕事。私はこんな生活が当たり前だと思っていた。が、そんなある日。マキ、俺会社辞めることにした。絆ホーム戸塚店をやるんだよ。もう会社の登記も済ませたから。なあ、今日から会社の仕事ちょっと手伝ってもらえるかな。お茶出したりとか。私？いいよ。兄ちゃんが幼稚園から帰ってくるまでなら。あのさ、今日本部から経理の人が来てくれるから、教わって経理の仕事も覚えて。経理？経理なんてやったことないよ。無理。手伝ってと言われて軽い気持ちで入った私は、夫が朝から晩まで働いてもまだまだ仕事が終わらない理由や、大変なことがたくさんあることに気づかされた。私自身も仕事を始めた責任と大変さの中、夫であって社長である彼にこれからの不安を感じていた。食事行ってきます。行ってらっしゃい。あ、石野さんはお弁当でしょ。一緒に食べましょう。あ、私はこの仕事片付けてからにします。お先にどうぞ。そう？じゃあいただきます。あ、この卵焼きうまいね。さすがマキさん。夫は会社の中で私のことをマキさんと呼んだ。社員たちも私をマキさんと呼ぶ。まさかこんな形で社会復帰する日が来るとは。夫は仕事、妻は家事と育児とほとんど一緒にいることのなかった私たちが、突然毎日机を向かい合わせて一緒に過ごすことになったのだ。それはなんとも不思議で奇妙な感覚だった。マキさん、今日僕もお弁当作ってきたんですよ。なかなかでしょう。マキさん、私のも見てください。色のバランスがいいでしょ。かわいい。あ、たまにはみんなでお弁当の交換っこしない？いいですね。僕、あみだくじ作りますよ。夫が苦労して作った会社は、私にとってもう一つの家のような場所になった。優しくて頼もしいけど、仕事面では人一倍厳しいところのある社長。彼と社員たちの間のクッションのような存在になるのが、私の役目だと思うようになった。すみません。青木さんからキッチンの色は白に変更するように言われていたのですが、きちんとメモしてなくて。
すっかり忘れてて、違うものが入ってしまったんです。こら、いつも言ってるだろ、発注段階で確認を怠るなと。なんでこんなことになったんだ。今回みたいなミスが次に起こらないようにするために何かしなきゃな。何をしたらいいのかな。社長はいつも社員に考えさせて成長させるようにしていた。だけど厳しいところもあるからヒヤヒヤすることもあった。ああ、もう3時か。そうだ、吉永くんとこのケンちゃんは小学校慣れた？社員みんなに頑張ってほしい、もっと成長してほしい、幸せになってほしい。立場は違っても社員を見守るその気持ちは社長と私二人の共通の願いなのだ。丹羽くんももうすぐ1児の父か。生まれたらすぐ見に行きましょう。マキさん、丹羽の奥さんと連絡取り合ってるんでしょ。なんかあったら俺にもすぐ教えてよ。俺たちが丹羽よりも先に病院に駆けつけたりして。あるかも。あ、噂をすれば奥さんからだ。もしもし。え、今から？あ、わかった、すぐ行きますね。何、生まれそう？よし、行こう。庭です。子供は、妻は？おう、着いたか。無事生まれたよ。元気だよ。ごめんね、先に会わせてもらっちゃった。可愛いわよ。奥さんも大丈夫よ。よかった。おい、大丈夫か？まるでもうおじいちゃんとおばあちゃんになった気分の私たち。こんなに嬉しいことはない。だって、社員の家族が増えることは会社の家族が増えることだから。うちに赤ちゃんができたというか、生まれるというか。本当ですか？おめでとうございます。マキさん、おめでとうございます。おめでとうございます。社員たちも家族のように喜んでくれて、うちにも待望の男の子が生まれた。いつも家族そっちのけで会社会社と過ごしてきた夫が今、会社と家族の幸せを願い、その夢が叶ったのだと、私は目の前の夫の姿を見て思った。そうだ、さっき連絡があって、いい土地が見つかったんだよ。よかったじゃない。どのお客さんの？お客さんのじゃなくて、うちのだよ。マキさん、うちも家を建てたいってずっと言ってたじゃない。パパちゃんと考えてくれてたんだ。ありがとう。嬉しい。早速設計してもらおうな。マキさん希望のとにかくリビングの広い家を建てよう。家族みんなが一緒に過ごせるような広いリビングを作ろう。会社のみんなもその家族も他のいろんな人もみんな呼べる家ね。ああ、今から料理の腕を磨かなくちゃ。最高の家を建てよう。うん。夫婦で一緒に働くことの苦労と喜び、そのどちらも感じながら私は生きている。この10年でたくさんの宝物を手に入れた私は、これからもその宝物をもっともっと大事にしていきたいと思っている。社長、そしてパパ、これからもよろしくね。素敵な終わり方。あ、トモコさん、はい、いいですね。まあ、知っているだけにですね、もう終始ニヤニヤしている私とトモコさんでありました。はい、はい、それでは、劇団トッツから声の出演です。社長関根日暮、マキさんユッキー、丹羽鈴木優也、医師のトモコでお送りしました。今日のポイントはですね、同じ職場で働く夫婦ならではの苦労と喜びです。うん、傍から見ると社長夫人とかね、かっこいいんですけど、なんか憧れるんですけれども、きっとね、他の人にはわからないような大変さがあると思うんですよ。私個人的にはですね、家庭を一緒にやっていくだけでもね、大変なのに、
さらに仕事も一緒にね夫とするなんてねちょっと考えられないんですけれども個人的にはね本当に個人的にはね、はい、いやすごいなと思うんですよ。でもやっぱり社員への責任とか、あとその社員たちの幸せを喜ぶことで強く2人が団結できるんだろうなと思います。そういうお二人を尊敬しつつ応援していきたいと思っています。もうこの牧さんのことね、私も時々お会いしながら、もうねお弁当は社長は別でね、この頃は社員の皆様と食べる、もうね多分ね心のお母さんであったり心のお姉さんであったりするのが牧さんではないかなって思うんですよ、ということで智子さん、今日は相浦弥生からも太鼓判牧さんにおさせていただきます。はい、ということでね今日は太鼓判2つということになるわけなんですけれどもね、さあこの後もう一つの太鼓判を智子さんご紹介しますね。聞いていてください、はい、皆さんの太鼓判本当に温かくて本当にそう思ってらっしゃるんだろうなっていうね心からのメッセージです。私が太鼓判をします。お世辞でも社交辞令でもなく、おかげさまで本当に良い家を建てることができました。アイフルホームウィングパスさんに選んだその決め手はリクシルグループという安心感と、営業山田さんのこちらの要望をより良いものにしようと努力してくれた姿勢です。またその後の設計打ち合わせ着工引き渡しまでのアイフルホームさんのチームワークも非常によく、関わっていただいた方々も腕利きの方ばかりでしたので安心して家づくりをお任せすることができました。アイフルホーム横浜西店の皆様本当にありがとうございました。保土ヶ谷区の佐藤さんからいただいてね、この絵がまたねお父さんとお母さんとそして弟くんと私、赤い口紅を塗ったおさげをしたタカちゃんって読めばいいのかなが載っている絵も描いてくれてね、本当にご家族で幸せだということが伝わってきます。保土ヶ谷区佐藤さん、これからもよろしくお願いしますと太鼓判いただきました。さあ太鼓判今日は2ついただいたわけですけども、智子さんすごいね。はい、太鼓判2つ、はい、2つ、来月はいくつになるでしょう。本当ですね、楽しみなところでもありますね。さあ太鼓判を押していただくほどのアイフローム横浜西店さんです。心が届いたら嬉しい、心が動いたらもっと嬉しい、このコーナーは子供に優しいはみんなに優しい、アイフルホーム横浜西店の提供でお送りしました。アイフルホーム太鼓判で検索してください。次回9月もどうぞお楽しみに。智子さんありがとうございました。ありがとうございました。子供の目線で家を作ったらみんなに優しい家になりました。キッズデザイン賞7年連続受賞、アイフルホーム。モデルハウスは相鉄線泉中央駅すぐ。